手すいません。最後までよろしくお願いします。ぜひ楽しんでください。
い瞬間ってありますよね。忘れられない出来事ってありますよね。例えば2021年7月11日初めてプレバンドを組んでとんがり帽子でライブをした日のこととか、例えば2022年8月24日に初めて夏合宿に参加した日のこととか、例えば2023年11月27日ランダムステージに立てなかった日のこととか、最後についてはあんまり詳しく聞かないでください。人生には忘れられない瞬間ってありますよね。今日私たちに与えられた20分間という時間はダラダラと演奏するにはあまりにも短すぎる時間ではありますが、皆さんにとって忘れられない20分間にすることには十分すぎる時間だと思っています。ありがとうございました。爆速ハルマンでした。Yeah.